いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを切れたのはチャマリ。サンライズホープ。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してサンライズホープ花に立ちます。その後ろからはシャマル、この馬も上がっていく構えです。さらにはオーベルニュ14番クラウンプライド、その後ろサンライズホープ先手を取りました。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、そして大きく離れてペイアイパープル、この位置です。白の帽子ジュンライトボルト、その後ろスマッシングハーツ、それに続いています。その外にバーデンバイラー並んで15番ノップトゥルノ、これに続いてペイオーケインズ、グロリアムンディ、そのうちに続いています。その外からラーゴ、その後ろにレッドガラン、その隣にカガノビューティー。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はサンライズホープ、サンライズホープ、さらにリードを広げます。2番手はシャマル、クラウンプライド、3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。サンライズホープ、先頭、外からクラウンプライド、ここで先頭に立ったクラウンプライド、あと 200m、 クラウンプライド、さらに足を伸ばす。最内から一気にグロリアムンディ、2頭がほぼ同時に突っ込んできました。クラウンプライド、レオーケインズ、いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。まずは先行争い、何が行くでしょうか。オーベルニュ前に行きそうです。サンライズホープ、それに続いています。さらにはクラウンプライド、10番シャマル、その後ろ先手を取ったのはサンライズホープ、これに続いてケイアイパープル、内からはテイオーケインズ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。すぐ後ろにジュンライトボルト、その後ろにハピ、青の帽子スマッシングハーツ、その後ろすぐ隣にノックトゥルノ、ラーゴ、そのうちに続いています。その外からバーデンバイラー、その隣にグロリアムンディ、内からはタガノビューティー、その後ろにレッドガラン、内からはサンライズノバ。各馬砂煙を上げてかけていきます。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として7番サンライズホープ、サンライズホープ、さらにリードを広げました。2番手はクラウンプライド、オーベルニュ、3番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。サンライズホープ先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。残り 200m、 クラウンプライド追い上げてきた、クラウンプライド抜けた、ハピ差し切った、ハピハピ1着、2着にはどうやらレイオーケインズ。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはオーベルニュ、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくオーベルニュ行きました。続いて前へ行くのはクラウンプライド、さらにはバーデンバイラー、14番ケイアイパープル、その後ろサンライズホープ、先手を取りました。少し離れてシャマル、続いています。ノップトゥルノ、すぐ後ろ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、その後ろにペイオーケインズ、その後ろにハピ、並んで7番スマッシングハーツ、その横にグロリアムンディ、ジュンライトボルト、この馬もこのグループ、すぐ後ろにラーゴ、タガノビューティー、それに続きます。白の帽子レッドガラン、その後ろしんがりからサンライズノバ。各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてサンライズホープ、オーベルニュ、ほとんど差がありません。後続も追い上げていきます。さあ先頭はクラウンプライド、4コーナーをカーブして、さあこれからです。クラウンプライド先頭、1馬身から2馬身引き離す。オーベルニュ懸命に追いすがります。残り 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。シャマル迫る、シャマル差し切った、シャマル先頭だ、シャマル